企業分析の専門家が今の業界の動向や注目の銘柄を詳しく解説する業界ウォッチのコーナーです今日のテーマはこちらです PHV 強化対 EV 投資加速トヨタ・ホンダの次世代車戦略ですゲストをご紹介します自動車業界に詳しい SBI 証券企業調査部長の遠藤浩二さんですよろしくお願いいたします 本題に入る前にですね自動車二輪車メーカー5社による型式指定の認証不正問題これについて伺います型式指定は量産に必要なものということですけれども合わせて38車種で不正行為が明らかになったということで国土交通省は今生産している6車種について出荷停止を指示したということですねまあ、トヨタはこの内部調査で発覚しました不正内容3日に公表してますけれどもそれ以降株価が下げていますそしてアメリカの議決権 公私,公私助言会社の ISS グラスリスですねそろ、えー、って豊田協会長の取締役再任案について株主へ反対を推奨すると、まあ、いろんな動きが出ているわけなんですけれども、えー、遠藤さん、この信頼回復のためにですねまずガバナンスの改善などを求められると言うと,いくと思うんですがどのように対応すべきと考えますか。 まずあの今回はですね不正という言葉があってそれに関して言うとちょっとニュアンスが違うかなとは思いますですから今回はその法律で決まった法律でそのこ,のこのようにその検査をしてこのように報告をしなさいとそれその法規に必ずしもあったその報告をしていなかった検査をしていなかったということですので昨年あった大圧のように会社全体で会社ぐるみでデータを改ざんしたとかそういう話では全くないということです。 その点で不正というのが若干ちょっとこう。 ニュアスが違うかなとは思います、うん、ただその一方で、えー、トヨタ自動食器ダイハツ、日野とトヨタグループで、えー、そういったそのガバナンスの問題があって、うん、でその間に我々もです、ね、トヨタ本体は本当に大丈夫なのかというところでトヨタにも何度も何度も,も一応こう念を押したとなるほど言ったところなんですが、うん、結局トヨタ本体でも出たみたいな、うん、ところで,です、ねまあ、そこで少し若干失望したとは思いますけれども、ですから、この型式認証も含めて、もう一度です、ね、この検索工程 だったりないしはこの放棄の遵守というかここのところでもう一回会社ぐるみで確認をした方がいいというに思います。 今お話にも少し出ました大発の認証不正では航工業生産統計を押し下げるほどのインパクトがありました。遠藤さん、今回は業績への影響をどのように見ていますか。まああの非常に軽微だとは思います。あの台数がですね比較的まあ少ないということと、それからまあ早期にまあ例えばこの6月中にもう一度検査をし直してでまあ OK をもらうという方向で国交省も動いているようですし、ただまあ一つあるのはこの間やはりその対応のその対象の車種は 生産ができなくなりますので、そ,のにそれに関しては、このサプライヤーに対する補償等々も出てくるので、完全に無視できるような数値ではないかもしれませんが、少なくとも弾ツの場合に比べればです、ね、インパクトは非常に小さいというすに思いますでは、ここからはタイトルにもある、トヨタ、ホンダの次世代車戦略について見ていきます。こちらをご覧ください ホンダは2050年までに環境負荷ゼロ、カーボンニュートラルの実現に向け、カナダに EV ・電気自動車と電池工場を新設すると4月に発表。総投資額は、ホンダとしては過去最大規模の150億カナダドル、およそ1兆7000億円で、2028年にも稼働を予定しています。 一方、トヨタは PHV プラグインハイブリッド車向けの新型エンジンを開発すると発表次世代のエンジンは脱炭素化につながる燃料の使用も想定しています。 はい、えー、世界的にですね EV 販売にブレーキがかかっている中でこのホンダの EV に対するこの積極姿勢が非常に目立つわけですね、まあ、今お見せしました工場新設を含めて2030年までに電動化投資10兆円、まあ、こを打ち出しているわけですけれどもこのホンダの戦略をどう見ますか。 まあ日系の中で将来100%フリートをバッテリー EV にするという,ふうに言っているのはまあホンダだけですで確かに足元はハイブリッドないしはプラグインがえその非常にこうよく伸びていてバッテリー EV はあんまり伸びていないように見えるんですがただそれはあくまでも一時的だと私は思いますやはり2030年以降のアメリカの,その燃費規制だとかないしは環境規制を考えた場合には最終的にはやはりアメリカを中心としてヨーロッパを中心としてひょっとしたら中国 もそうかもしれませんけれどもバッテリー EV がですねやはり再度、えー、急,急拡大をするとそこ,をそこを見越してホンダはですね今大きな投資をしているというふうに思いますその巨額の投資を支えるにはやはり利益を稼がないといけないということです